いや、戦う前に一つ聞いておこう。人間はなぜ苦しむのだ。ディライア、それは人間が弱い心を持っているからよ。では人間はなぜ悩むのだ。ディライア、それは人間が弱い心を持っているからよ。違うか、ディライア。わしはそのような弱い人間をもっともっと強い生き物に変えてやるのよ。それこそが人間にとっての幸せ、新たな理想郷の始まりなのだ。そのために古いものは全て滅びなくてはならん。そう思わぬか、ディライア。なかなかやるのう、ディライア。だが今のはほんのお遊びじゃ。わしの本当の姿を見よ。
邪神祭様の力はこれからだ。
から。この悪魔族の邪神祭様より力を持った者がこの世に現れるとは。おお、恐るべし。死の勇者。悔しい。悪魔族の負けだ。うわまさかの様。千年の長き眠りから今目覚めた。我は許さぬ。我を裏切ったジパングの民を、我を閉じ込めた火の一族を、このジパング全てを破壊し殺戮するため、我は復活した。我はまさかどジパングの王なり。我の行くところ全て死あるのみ。
この旅の働き、見事であった。お前に救われたすべての人々になり変わって礼を言うぞ。そちたちがおらねば、このジパングに平和はなかった。本当にありがとう。ジライアよ、綱でよ、オロチマルよ。いつの日か、この国が再び悪霊に襲われても、 人々が勇気と愛と根性を忘れない限り、神仏を敬う純真な心を忘れない限り、再び火の勇者が現れて、きっとこの国を守ってくれるだろう。わしはそう思うのじゃ。ジライアよ、綱でよ、オロチマルよ、人々はそちたちのことを決して忘れないであろう。 そして、そちたちの偉業を、この国の未来の子供たちへ永遠に言い伝えるであろう。さあ、表を見るがいい。江戸の人たちが、そちたちに感謝の気持ちを込めて、花火を上げてくれるそうだ。どれ、みんなで見るとしよう。